はい、それでは、ただいまより梅村みずほ参議院議員の緊急会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。それでは梅村みずほ参議院議員、よろしくお願いいたします。皆様、本日は大変忙しい中お集まりいただきまして、すでに報道がありましたように、私ども梅村みずほ事務所の公設第一秘書成松啓太がこの度大阪堺市内の路上におきまして、殺人未遂容疑で逮捕され、主人男性に怪我を負わせ、そして皆様に大変ご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。改めまして今回の事実関係経緯をご説明を願います。よろしくお願いいたします。私のもとに堺警察署から一報が入りましたのは昨夜の9時半過ぎでございます。着信が残っておりまして、その当時私は違う電話に出ていたのですが、着信があったことを確認し番号を調べたところ、堺警察署からの電話番号だということが分かりましたので、折り返してお電話を差し上げた次第です。そうしましたら堺警察署の署長様が対応をくださり、今回の概要について、ごく簡単に、お話をいただきました。その内容というのは、すでに皆様報道でご案内の通りでございます。25日の未明、2時45分ぐらいと聞いておりますが、大阪の堺市の路上で、その日は友人たちと共にですね、友人のお宅で、飲食をしていたということで、それが深夜まで及んだと聞いております。そして最初は、たわいもない討論から喧嘩に発展し、屋外に出ての殴り合いと発展いたしました。ただその喧嘩が、一段落しましたところ、成松啓太が車に乗り込み一旦その現場を離れたのですが、また戻ってまいりまして、戻ってきたところに、その少し前まで喧嘩をしておりました友人の男性がいらっしゃり、その男性に向けて車を進めぶつけ、そしてまた車から降り暴行をしたということでございます。被害に遭われた男性の怪我の状態というのは重くはないと聞いてはおりますけれども、頭や体に傷があるというふうに伺っております。今回25日ということで、折しも国民の皆様、国民の皆様に新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出の自粛をお願いし、また緊急事態宣言の初日というタイミングで、当然ながら公設第一秘書というのは皆様の税金によって、報酬が支払われている、その立場を忘れてこのような行動をとってしまったこと、大変情けなく社会人としてあるまじき行為であったと心から申し訳なく思い、お詫びの心という言葉もない次第であります。今回は公設秘書成松啓太のプライベートの時間に起こったこととはいえ、梅村事務所の責任者として私の不徳の致すところでもございます。改めて深くお詫び申し上げます。成松啓太は警察にお世話になっておりまして、私も堺警察署様からご連絡をいただいて以降、一回も本人とコンタクトを取れておりません。ですので、せっかく皆様にお集まりいただきましたにもかかわりませず、詳細なことがこれ以上なかなか情報として持っていないというところが実際のところでございます。けれどもですね、本人がこの後どのようなプロセスになるかというのはお任せしたいと思うんですけれども、出てきた際にはしっかりと本人と話し合いをしまして、今後についても決めていきたいと思います。私からは大変以上です。ご質問のある方からお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは質疑応答とさせていただきます。
挙手の上、所属、お名前を述べてからご質問くださいますようお願い申し上げます。マイクを渡させていただきますので、ゆっくり。朝日新聞の小坂と言います。この公設代議所なんですけども、いつから公設秘書を務めていましたか。あと日頃の勤務態度とですね、あとその、公設秘書になる前はどのような経歴があったんでしょうか。はい、ありがとうございます。有松啓太は2019年の秋からこの事務所で、勤務をしております。日頃の勤務状態というのはですね、大変手前事となりますが、私にとっては頼もしい存在でした。私は2年前に全く政治と関係ない世界からやってきたわけなんですけれども、成松はそれまでに高井市議会議員、大阪府議会議員の秘書を長く務めておりまして、政治のこと、大阪のこう政治周りに関しましては私よりも十分知識を若い流れに持っておりましたし、日頃の勤務態度も真面目で、人付き合いが上手でした。人付き合いが上手で、周りの関係事務所の方からも可愛がっていただいておりましたが、やはり先ほども申しましたように、そんな一面もある一方で、今回起こしたことというのは決して社会人として認められることではなく、大変残念に思い、そして、成松の監督が届かなかった自分に対しても大変恥ずかしい思いでいっぱいでございます。一つ質問いただいてましたでしょうか。高井市議会議員と、大阪議会議員の秘書、私どもの事務所の前でやらせていただいたんです。今回その殺人未遂ということで、秘書の暴行であるとか、過去にもいろんな議員の秘書がそういうことがありましたが、なかなか殺人未遂というのは聞かないんですけども、それの受け止め、それから外形的技術からしますと、公設第一秘書で、事務所のトップである梅村さんが、責任者であるということで、しかるべき処分をされるべきだと思いますが、どういう処分を考えていらっしゃるか。まずは受け止めでございますけれども、私も昨夜、警察署の署長様からお話をいただいたときには、恥ずかしながら受け止めることができなくてですね、一体何が起こったのだろうと、お電話を切ってから、しばらく呆然としたというのが真実でございます。で現在もですね、本人とまだ話をすることができておりませんので、どういう状態でそのようになったのか、口喧嘩から発展したということなんですが、どういった話し合いがなされていたのかと考えながら、考えても答えは出ないんですけれども、まだ完全に受け止めきれていないというのが現状でございます。本当に殺人未遂という車で人にぶつかっていくというのは、当然命の危険があるということは子どもでも重々分かっていることですので、またこういったタイミングでそのようなことを起こしてしまって、心より申し訳なく思っております。また今後の私の処分に関してでございますけれども、私の処分に関してはまずは党に任せたいというところもございますけれども、まずは自分から何かということで、今のところ決定を自分の中でしておりますのは、本当にこんなことで似合うかというところもあるんですけれども、まずは向こう半年間の議員歳費を返上するということは自分の中で決めているところです。それ以上の処分に関しましては党に一任したいと、そのように思っております。すみません、関連ですが、秘書の処分は当然厳しく当たられると思うんですが、そのどういう態度でございますか。成松の処分に関しましては、まずは今有罪となるまでは推定無罪ということもございますので、
刑が確定したらしっかりと償うということ、被害者の方に心からのお詫びをし、償っていくことというのを前提に、仕事に関しましては、まずは本人と話がしたいというのが大事なところでございます。本人としっかりと話をした上で、どういった処分になるのかということはじっくりと考えたい、そのように思っております。読売新聞の杉です。よろしくお願いします。緊急事態宣言のですね、やっぱり初日ということで、遅くまで皆さんで飲まれていたということについての、やっぱり受け止めを改めて伺いたいのと、その時その誰と飲んでいたのか、例えばその維新の関係者であるとか、そういう人たちと飲んでいたのか、そのあたりも分かる範囲でお願いします。はい、ありがとうございます。特に飲酒に関しては大阪でも厳しく海の皆様にお願いをさせていただいているところで、特に飲食店の皆様は本当に明日の収入があるのかどうか、仕事を続けていけるのかどうか、家族を養っていけるのかどうか、そんなご不安の中で深夜までそういった飲食を伴う集まりを行っていたというのは信じがたいというような受け止めでした。事務所内でもまず私たちがお願いをしている立場なのだから、しっかりと日々気を引き締めていくようにとは声を掛け合っていたんですけれども、こんなことになってしまって申し訳のしようもございません。またその席に地震関係者がいたかどうかということに関しましてはいなかったというように聞いております。プライベートの付き合いの、ま、ちょっとまた関連なんですけれども、維新の関係ではですね、今日も大阪府の池田市の市長が、元維新で出た方も、三田問題で不祥事で辞職しておられます。ちょっとね、やや維新の関係のそういった不祥事が多いようにも思うんですけれども、そのあたりの綱紀粛正といえばですね、これは幹事長とかに聞いた方がいいかもしれないんですけれども、三村さんとしてそのあたりどういうふうにお考えでしょうか。私の事務所以外のことはですね、報道で知るのみになっているわけなんですけれども、やはり全体として、大阪府民、国民皆さんの信頼を落としているということに関しては、今一度我が党の中でしっかりと自分たちの心構え、そして何のために何を目指して日々仕事に向き合っているのかというところを今一度全員で共有し確認をし立て直していかなくてはいけないと思っています。特に国会議員というのは広く皆様に奉仕する立場でもありまして、そして信頼を受けて国会に送っていただいているわけですから、その国会議員である、私梅村みずほの事務所からまずはそういった逮捕者が出たということは本当に申し訳なく被害者の方、そして府民の皆さんに、そして全国民の皆さんに帰り返すも申し訳ないところです。その他ご質問ございますか。関西通信の近藤と申します。2点をお伺いしたいんですけれども、1つは党の幹部の方にこの件のことについてご報告と、何か今後のことなどについてやり取りをされたのかという点、もう1つが殺人についてのご本人が作為否定されていると報道をしてみたんですけれども、そこの詳細について警察とのやり取りがないか分かっていることがあるでしょうか。幹部に対してですけれども、昨夜堺警察署からご連絡をいただいてすぐに馬場伸幸幹事長に電話で連絡をいたしました。そしてほどなくして警察本部からの発表がございましたので、私ども、全く情報がない中でしたので、そういった皆様方、労働関係者の皆様方の行動を手がかりにしながら、独自の自分たちの人脈なども使いながら情報収集をしてきたところです。そして、今日になって皆様にきちんと
説明の場を必ず設けなくてはいけないということで、ずいぶん時間が空いてはしまったんですけれども、このような場を設けさせていただきました。また殺意については、いや、おっしゃる通りに否認をしています。車でぶつかったことは事実だけれども、殺意はなかったという内幕の言葉は、警察の方、そして報道の皆さんからも私のところに届いておりまして、本人と話していないので、やはり本人に確認してみない限りはわからないところではあるんですけれども、私は殺意はなかったと本人が言っているのであれば、本人を信じたいというところでございます。ご質問ございますか。新聞の小坂です。当日ですね、この小説秘書が、こういう会食に行くというふうなことは議員は聞いてらっしゃるんでしょうか。聞いておりませんでした。あともう一つ、先ほど歳費の、半年間の返上ということですけども、これは議員の歳費に限った、例えば文書交通費とか他のものについては考えておられる歳費の。そうですね、これからしっかりとまた党の幹部とも相談して決めたいと思っておりますが、今のところは歳費半年分というふうに考えております。半年分から半年間幹部、半年間、半年間結構考えていって、はい、実際には国庫に返すということができませんので、どのような方法があるのか、特に今このような状態ですので、お役に立つところにというふうに考えております。その他ご質問ございますか。それではこれにて梅村みずほ代議員の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。皆様お忙しい中お集まりいただきまして申し訳ございませんでした。改めてですね、被害者の方には今はコロナの感染状況がございますので、すぐにとはいかないんですけれども、必ず被害者の方ご家族のもとに参じましてお詫びがしたいということと、必ず本人と会いました時にはしっかりとお話し合いをして今後のことを決めていくということ、何よりも皆様のご信頼を損ねるようなことをし、そして社会人にあるまじき殺人未遂という内容で解放されたということに関して、改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。これで終了とさせていただきます。